すごいね、当てつけみたいな雑談ですね。当てつけ雑談とね、名付けようと。もうね、タイトルつけるのめんどくさくなった。あー、でも動画本数いっぱい撮るのやめよう。今日はこんくらいにしとこう。この動画撮ってやめよう。今日はね、もう動画本数はね、いて、腰、あ、違う、水飲んで。あ、腰が痛いんだ。やべえ、むっちゃ腰痛い。海は見てる、水海を焼けば。今日は通報プラジオ、クッシーです。はい、クッシー。今日は通報プラジオ、クッシーです。いや、なんで YouTube やるやつ全員性欲強いんだろうな。なんでやるやつ全員性欲強いんだろうなと思ったら俺もだった。いやでも昨日はすごい性欲のピークだった。寝てもねえし食ってもねえから三大欲の性欲に全部傾いちゃってさ、ビー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 ビっていうくらいのね、もう性欲でした。性欲だから俺もね、そろそろね、その矛先が犯罪に向いたら普通に捕まるわ。いや、びっくりした、なんだそれ、普通すぎることを。その矛先が犯罪に向いたら捕まるわって言ってんだ。ほんと危ない俺は今のね。だからサイコパスだったら全然潜在犯。サイコパス見てないけどね。でもなんかサイコパスはちょっとなんかね、嫌じゃん。潜在犯だけで捕まったり殺されたりするんでしょ。嫌だな、それ。俺絶対殺されんじゃん。悪いこと、絶対俺絶対ね、人生、あ、絶対っていうのはやめるけど、まあ、犯罪はしませんよ。うん、多分ね、軽犯罪ならなんかやっちゃうかもしれない。知識がないでね。無知でやっちゃうかもしれないけど、それね、犯罪らしい犯罪しませんよ。でもね、潜在犯です、もう。もう俺かやるかやらぬかの、ギリギリのラインでね、その瀬戸際でね、生きてるって感じ。うん。普通にこれね、捕まりそうだな。ね、もうほぼ犯罪予告みたいなもんだからな。存在が犯罪予告だもんな。うん、嫌だな、そんな。嫌だな、俺。すごいね、自分を乏しめるのうまいよね。存在が犯罪予告って。嫌ですね。生きてるだけで捕まんの。嫌だね。嫌だね。まあ、ということで今日はね、このくらいにしとこうかな。なんかね、喋る欲とかじゃなくて、単純に動画のタイトルにも力入れたいんですよ。面白いタイトルつけたいなと思って。なんで、何十本もつけるとめんどくさくなるんで、結局これにしよう。